2020年11月20日前回ビザンマでドライブに行ってた後半戦、つまり野上橋からビザンマでの車載となります。スタート地点は勝浦川上にある野上橋からです。県道33号小松島佐奈河内線を使い国道438号線まで抜けます。続いて国道438号線を使い八幡町まで向かいます。あとはビザンマでちまちまと登っていく動画となります。この動画は高速動画やから静かなやつや。現在地は野上橋の上やね。
とりあえずゴールやわ。徒歩がないで。雨やし。結構頂上まで疲れるんだよね。ほなまたどこかで。